ワルハラ宮でシドと相対したシュンは、自ら封じていた真の力を解放してシドを倒した。だがその時、同時にシュンを狙っていた何者かの剣を駆けつけたシャイナが懸命に防いでいたのであった。これは一体。やはりマリンの考えは正しかったようだ。シドの守護星ゼータ星ミザールに影のように従う双子星アルコル、そろそろ姿を見せたらどうだい、アルコルのゴッドウォリアー。シドの影、アルコルのゴッドウォリアー。この俺の存在を知っていたのはヒルダ様ただ一人。他のゴッドウォーリアーは無論のこと、シド本人ですら知らずにいたのか。よく見抜いたな、シャイナとやら。さあ、アンドロメダ、その手の中のオーディン・サファイアをおとなしく渡してもらおうか。そうはいかないよ。私が相手になってやる。I think I get it now. Weren't those the two wolves that like were chasing the moon or something like that? And then like they finally ate it or something like that? It's Norse mythology. I gotta read it. It's pretty interesting. Because I remember it was like, that makes sense with the twin wolves, man. I swear. Sometimes they beast my stuff out, so. Oh, come on, that should've hit, man. Imagine if it would've hit. He's about to try to throw. Oh my god, no! He almost hit. Why does the Norse, or the God Armor people, why does theirs hit like, bro, like, you're just spamming now, man. Bro, like, you have no energy left! How'd you just. Okay, man, this is ridiculous, man. You panicking. Why is it slow right there? Oh, come on, that should have hit. That should have broke his shield. Damn it. You fucked now, bro. Yeah, he just started spamming like a motherfucker, man. That was ridiculous. D, you get a D, man. さあ、二人仲良くあの世に行け。シャイナさん。誰だ。フェニックス一騎。バカだ。フェニックスはミールと相打ちになり生き絶えたはず。確かに俺は一度は死を覚悟し、弟にアテナを託そうとした。だが今の俺にとって死ぬということは、弟や聖夜たちとも俺に夢を託して死んだミーメよ。そして自らも戦っているアテラすらも見捨てるということと同じなのだ。そんなことが許されるわけがない。俺はアテナのセイント。たとえわずかでもコスモの炎が燃えている限り、どんな逆境からも立ち上がることができるのだ。シュン、一度たりとはいえお前たちを見捨てようとしたこの俺を許してくれ。兄さん。美しき兄弟愛というのに、くだらん。所詮この世は己一人、力ある者のみが生き残るのだ。たとえ兄弟であっても、勝つ者と敗れる者に分かれる場合もある。
情けは無用。バド、まさかお前は。そうだ、フェニックス。お前とアンドロメダのようにこのバドとシドも血を分けた兄弟。ミザールのシドは俺の弟というわけだ。ならばなぜ弟シドが戦っているとき加勢しなかったのだ。フン、このアルコルのバドはシドが倒れるまであくまで影でしかない。だがシドが倒れればこの俺がゼータ製のゴッドウォーリアとなるんだ。わざと弟のシドを見殺しにしたというのか。もはや貴様を葬るのに何のためらいもない。この線を越えると死ぬぞ。俺のこの剣で地獄に落ちるがいい。ファイト。シャドウバイキング。俺などには分かるまい。愛する友や弟たちがいたからこそ。I swear they can't keep EP down, man. 生き抜いてこれたのだ。そして今もこうして蘇ることができた。Can I dodge it? Yeah, fuck you, man. Oh my god, no! Bro, I was almost fucked up, man. The way this man just fell. But yeah, I was spamming the attack button while he's doing his big bang. Luckily, I pressed block at the right time and canceled it. Phoenix の羽ばたきを持ってすればたやすいことだ。元より血のつながりなど無意味なもの。いや、兄弟であるがゆえ、余計に憎しみが増すこともあるのだ。憎しみだと？バカな。そうか。ならば教えてやろう。とある双子の兄弟の宿命をな。その昔、アスガルドでも一二を争う名門の家に双子が生まれた。だが、アスガルドにおいて双子は家を滅ぼす者として忌み嫌われ、どちらかを選ばなければならない掟があった。選ばれた赤ん坊が母親の温かな胸に抱かれている頃、もう一人の赤ん坊はミノコールアスガルドの風雪の中に捨てられたのだ。それがこのバドだった。俺は自らの宿命を呪わずにはいられなかった。だがたとえ神が俺を見捨てシドを選んだとしても、俺は自分の手でシド以上の男になってみせると誓ったのだ。無様に敗れたシドに代わって、ヒルダ様もこれからはこのバドがゼータ製のゴッドウォーリアとなることを認めてくださるだろう。そしてお前たちセイントを討伐した最も優れたゴッドウォーリアとして、その歴史に名を残すことになるのだ。かわいそうな男よ。何？血を分け、この世でたった一人の兄弟を憎み、それに代わって歴史に名を残したとて、一体何が得られるというのだ。バドよ、お前に聞こう。シドが旬の騎士改正の剣を浴びたとき、なぜお前は手を下したのだ。それは影のゴッドウォーリアとしての俺の役目。それだけではあるまい。お前はシドを救おうとしたのだ。確かにお前には決して消えぬ憎悪がある。たとえ起きてとはいえ、お前を捨てた親を恨むのも仕方ない。だがシドには何の罪もない。それはお前自身よく分かっているはずだ。黙れ。この世にあるはこのバド一人のみ。他に何があるというのだ。もはや問答無用。喰らえ。Dude is salty. Need to finish the burst attack. この線を越え、I keep forgetting that.
Go straight to hell. Bro, I come back from hell like every chapter, man. You can't keep Yuki down. Hell, last chapter we do go to fucking basically hell. Yeah, keep on blocking. I knew that was gonna fuck. Piece of shit. Oh, come on, that should like been a double. I'm trying to get the fucking burst attack. Alright, there we go. I can't believe my big bang actually ran out of the way of it. Phoenix を滅ぼすなど勝士。バトルよ。フェニックスを撃て。早く。何？シド。しかしそれではお前ごと撃ち抜くことに。構わぬ。すでにこのシドは死したも同然。あなたがゼータ星のゴッドウォーリアーなのだから。早く。シド。ひょっとしてお前はバドの存在に気づいていたのではないか。ずっと昔から。なんだと？ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で。あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。血を分けたあなたにゼータ星のゴッドウォーリアを託すことができるのだ。さあ今度はこのシドがあなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。バドよ、その剣、撃てるものなら撃ってみろ。このフェニックス、あえて避けはせん。くそ！どうしたバド？兄さん。シド！なぜだ？なぜあれほど憎んだシド？この世には憎しみ合い殺し合うことが絶えずある。親子であっても兄弟であっても。だがまだ汚れを知らぬ頃、子は親を慕い、兄弟は信じ合っていた。今もそうありたいと願っているはずだ。ましてもこの世に二人っきりの兄弟ならばなおさら。シドよ、今までの俺を許してくれ。せめてその償いとして、兄である俺の手によってお前を俺たち兄弟の父や母の生まれた祖国の地に返してやりたい。そして再び生まれ変わることができたら、今度も兄弟として戦いや憎しみのないこの美しい祖国で暮らしたいものだな、シドよ。
you